台湾は日本にとりまして自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり友人であります。台湾、アメリカをはじめとした有志の国々に強い抑止力というものを機能させる覚悟が求められていると。台湾と密接な隣人関係にある日本が率先して中国を含めた国際社会に向けて発信し続けることは極めて